女子部屋。皆さんこんばんは、音楽グループワンフィンガーのチャーカです。こんばんは、南海放送プレゼンターの小林美奈です。こんばんは。こんばんは、うん、どうしたんすか。はい、なんとさ、最近、はいはい、ヤマピーが好きでさ。意外です。ドラマに出てるヤマピーね、長澤まさみさんと共演した、あの幼なじみの長澤まさみちゃんに、うん、好きだけどずっと言えずに大人になり、うんうん、長澤まさみちゃんの結婚式に出るという。あった、見てた。そこで、ね、うん、三上博史さんが天使になって出てきて、うんうんうん、あの時に戻してやるから行ってこい。ありましたね、こう行ったり来たりするやつですね、現実と過去。そう、最近ね、なんかあれ、あのドラマが放映されてから7年とか、あ、そんな経つんだ。そんな、そういう話題で出てて、うんうん、でピッて見たら、うん、全部見れたのよ。あ、 YouTube で、うん、うんうん、見ちゃったね。全部って結構ありますよね。まあ1日じゃないけど、もう気になってしゃあないよね。あ、見出すとね。そうそうそう、いや見るんだ、意外ですね。いや、あのね、ヤマピーがいいんですよ。ほら、こう恋が実らない時のすごい辛そうな顔、うん、うん、チャーカさんがヤマピーについて語るってもうめちゃくちゃ合わないんですけど苦手そう。ジャニーズとか、ジャニーズで好きなのは、うん、堂本剛さんとヤマピー。堂本剛さんは分かるんですよ、ちょっとね、癖のある、うん、ちょっと個性的な感じが分かるんですけど、ヤマピー結構正統派じゃないですか、うん、でもヤマピーでも、うん、ドラマを演じてる役のヤマピね。意外とめちゃくちゃ喋りますねそんなオープニングナンバー、うん、今日どうします？いいの、うん、いいの。主題歌いきますか。はいはい、長澤まさみさんと共演したやつですね。そうです、はい、桑田佳祐、明日晴れるかな。ちゃかさん、今日はあれですよ、ゴールデンウィークラストの、ゴールデンウィーク、今の何？ドラえもん。ドラえもんだったの、うん、クオリティ低いびっくりした。ドラドラ、あ、それはドラドラ、ミニドラだ。ゴールデンウィーク、それはドラえもん。いや、それクオリティ低いミニドラ結構高いのに。あ、そう、はい、うん、まあ、ゴールデンウィークね、うん、まあ、最初日言うたらやっぱりこう皆さん長い休みが終わって、明日から仕事かってこうブルーですか、なるじゃないですか、はいはい、そういう時にこうチャーカさんはこうどういう風にこうブルーをこう脱却してるんですか、うん、そういうやり方とかあります？自分自身の。昔は、うん、バリバリ働いてる時は、うん、あ、普通に会社員として、はい、あの、まあ、そうやな、曲作りがストレス発散やったから。あ、そっか、うん、あ、そうか、じゃあ、プライベートの趣味として曲作りしてるみたいな。そうそう、こう日頃の、うん、あの人やこんな人への鬱憤を、うん、こう歌詞にするわけですよ。あ、それが歌になるっていう。へえ。でも今それがお仕事じゃないですか。そう、そうなるとどうなんですか。ね、ね、その何でもかんでも書けになったね。あ、そうか、やっぱいろいろ考えるようになりましたもんね。う、うん、仕事となると。そうなんですよ。じゃあそういう今って、うん、そう、お休みの日とか何してるんですか。お休みの日、うん、プール行ったりしてる。プール、体作りですね。でもプールとかも運動とかもいいですよ。ですよね、うん、ストレス発散とかになりますか。なるなる、すごい気分いいもん、うん、あ、やっぱなるんだ。なるなる、健康的でいいですね。ジム行ったら。ジム、うん、うん、え何よ、みなちゃんどうすんの運動はちょっと苦手なので、私はの最近あの、うん、お休みの仕事の前日のお休みの時とかは、うん、夕方の6時ぐらいから一人で飲んでます。お家で。あ、でもお酒好きな人はいいよね、うん、もう最近はもうそれ夕方にコンビニに行って、うん、で今食べたいものすべて買うんですよ。はいはい、いいですね、はい、あ、いいね、うん、もうすべて買って。チーカマとね。チーカマ買わないけど。買うのかいこの間はめちゃくちゃお腹空いてたんで、とんぺい焼きと8個ぐらい入ってるネギトロ巻きと、うん、あと、焼き鳥串を買って、はいはい、でそれを6時ぐらいからビールを開けて、うん、ちょっとずつ食べながら飲みながらで9時か10時ぐらいまで食べて飲んでしてましたね、うん、でまあ缶ビール2本開けて気分良くなって
で寝るっていう。あ、気分良くなるならいいね。でちょっとこう早めの時間から飲むっていうことによって、うわこんなことしたらいけないんだろうな大人としてっていうのがまたこう楽しい。へそうなんですよ。で最近ちょっとこう日曜の夜とかのねブルー脱却をしてるんですよ私は。おどうですかこれ、やりません？やらんでも後で後悔します。あの時私なんかただでさえ実家暮らしなんで、お家に何かしら食べるものがあるのに。そう、私後で後悔することしたくないんだよね。はあ、真面目、真面目ですね。正解ですね。あん時あーしてなければなって思いたくないんだよね。素晴らしい生き方だと思います。もう後悔ばかりですよ私は日々なぜこれを食べてしまったの。いや、たまにはいいと思いますよ。本当ですか？うん、さすがですね。プロ意識を今感じましたということで今日はですね、まあそんな私のそのビールを飲みたいっていう、ビール飲もうか今日はっていう気持ちを代弁してくれてるようなこの曲をお届けしたいと思います、うん、キートークマンデートラベラー。あのね、うん、何か書いて、こう書くのもすごくいいと思いますよ、うん、皆さん。書くというのは歌詞ですか？うん、まあ歌詞じゃなくてもなんか嫌なこととか書き出して、ああまあイメージの中でこうくしゃくしゃっとそれをね捨てるとか、まあイメージでそれをやっぱり消さないとダメだよね。そうか、うん、確かに悶々とする時ありますもんね、うん、ストレスとかで、ね、そうそうそう。あ、じゃあ書くのもありなんですね。なんか黒板に書き出して全部それを消すっていう。黒板買うとこから始まる。じゃあイメージ、イメージの中でね。あ、イメージね、うん、あそんなイメトレしてんすか？してない。しないんだ、うん、私じゃないけどそういうのもいいんじゃないかなって。あー確かに、確かに。そうやってうちにこうこもるパターンと、やっぱりこう友達とさ会って情報交換ですよね。あ、友達と会うっていうのは結構ストレス発散になりますよね、うん、そう。私は音楽以外の業種で頑張ってるこう友達と会ってどうっていうのが好き。あ、じゃあお仕事頑張ってる人と話す、うん、うん、絶対そう。ああ刺激もらえますもんね、うん、ああでもちょっと私ちょっとしんどいかもです、休みの日は。いやだからある、分かるんだよ、分かる、うん、なんかこう誰にも会いたくないなっていう人もある日もあるし、うん、なんかこう友達に会うのは本当に挟まるんですけど、うん、あんまり仕事の話したくないんですよ私。あ、友達に。あ、そう。っていうかなんかこうお休みの日は特に仕事のことを忘れたいので。ああでも二通りいると思う。そうそうし、付き合いの長い友達と、まあ昔からね、そうバカ言って、そう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 、バカ言ってる、バカ言ってる。え、なんで突っ込んだの？水谷さん、友近さん。あ、水谷千恵子さんのは分かりましたけど。分かったんかい。分かってましたけど、急に来たなと思って急に水谷さん来たなと思ってバカ言ってる方がいいんだね、うん、うん、そうで、なんかこうギャーギャー言ってる方が発散になるっていうのはありますけど、うん、でもこう大事な仕事が控えてるって時は、うん、そういう意識高い、うん、キャリア向けのことあって刺激もらって頑張ろうっていうのもありますね。ね、うんうん、確かに人と会うっていうのも大事ですよね。うん、まあ、一日こうゴロゴロしたいっていう日もありますけど、全然ご飯だけ友達と会うとか、うん、全然違うよね。違いますね。なんかあるんですかね、今日皆さんそれこそゴールデンウィークラストやから、はい、この時間帯何か飲んでる人もいるよ、いっぱい。でもこの時間まで飲んだら明日ちょっとしんどいですよね。やばい、早年とですよね。まあ、ぜひね、あの今日皆さんがブルー脱却のためにしたこととか、こういう時してるっていう方法も教えてほしいですよね、はい、こちらもね、ぜひとメッセージお待ちしております。ではこの後は私のコーナーです。はい、みなチョイスのコーナーです。おい、今夜の私の選んだ一曲はですね、シシャモの一曲をお届けしたいと思います。はい、はい、シャモというね、あのガールズ3ピースバンド、最近で言ったらあの携帯の CM でね、うんうんうん、ライブ映像がちらっと映る、うん、あれで結構皆さんご存知の方もいると思いますけども、ローマ字表記でシシャモで、このシシャモ結構あの腕もある子たちで、多分22、23とかなんですけど、あの2010年にあの高校の中の軽音楽部で結成されたんですけど、その2012年2年後の2012年になんか腕試しのために全国の高校生のアマチュアバンドが集まるコンテストにあの出場したら優秀賞とベストボーカル賞を受賞してるんですよ。で、歌詞がね、女の子恋愛を手掛ける曲が多いんですけど、
すごいストーリー性がある歌詞なんですよ。でなんでかなって思ったら、そのボーカルの宮崎あさこさんが作詞を全部手掛けてるんですけど、もともと漫画家志望だったらしくて、だからなんか曲を作るときに主人公はこういう子でっていう、そうで作詞をするらしいんですよ。なるほどね。でまあ、そのシシャモが2月22日今年の、にシシャモ4というアルバムをリリースして、それに携帯の CM にもなってた明日もっていう曲が入ってるんですけど、その中で私一つちょっと感銘を受けた曲があって、それを今日流そうと思うんですけど、すれ違いデートという曲で、まあ、あるカップルがいてデートに行く話なんですけど、1番は彼女側の目線の曲で、2番は彼氏側の目線で、あこんなにも男女ってすれ違うんだっていう、あやっぱそれで考えさせられるな、男の人って本当はこう思ってるんだっていうのがちょっと分かる一曲になってるので、ぜひとも歌詞にも注目しながら聴いていただきたいと思います。ではお届けしましょう、シシャモすれ違いデート。じゃあここでいただいてるメッセージ紹介します。ラジオネームヘンダーヘンダーちゃんですね。ちゃんヘンダーヘンダー、はい、はい、ちゃんです。ちゃかさん、皆さんこんばんは。ハロー。こんばんはって言ってますから、こんばんは。この間友達と元彼からもらったものを捨てるか捨てないかで盛り上がりました。お二人はどうですか、教えてください。ほん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 、ということですけど、はい、元彼からもらったものをチャカさんはどうしますか、捨てるか捨てないか。捨てますね。お、それどのタイミングで捨てますか。思い出した時にとか、あ、ありましたな、ありましたな。どういうこと、ありましたね、ありましたね、どういうこと。こうあえてこう、あいつからもらったもんどりゃーみたいな、そんなんちゃうくて。あ、じゃあ別れた瞬間にかき集めて捨てるわけじゃなくて。じゃないね。こうパッと、あ、例えばネックレス、あ、今日これしようかな、あ、この子はもらったやつですな。これはいりませんなと。口調が気になる。誰なの今の。あ、じゃあそう、本当にもう何か見つけて、あ、それがもらったもんで気づいた瞬間に捨てるってことですか。そうね。え、彼氏からもらったものを入れるボックスとか作ってないですか。ない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 。あ、そうない。そんなん作ってんの。作ってました。それ A 君 B 君とか分けとんちゃう。いや、あ、なんか作っとる人おるって聞いたことあるわ。私はじゃあ、まあ、私のある引き出しの一角が元彼からもらったもの引き出しになってて、うわ、いや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 、もうそんなん嫌、そこにプリクラとか。捨てなはれ。プリクラなんか捨てなはれ。あ、でも私も結局は捨てる派なんですけど、ただまあ、別れました、で次彼氏ができます、そのタイミングでも捨てなくて、あ、この人と、あ、多分長く続くな、この人のこと本当に好きだなって思った瞬間に捨てます。なるほど、良いと思います。あ、良いですか。それも良いと思います。あ、よかった、めっちゃ言われるかなと思ったけど、そうなんですよ。ただでもまだこう付き合ってすぐとかやったら、この人もどこまで続くか分からんしっていう段階ではちょっとこう元彼の思い出も置いとくんですけど。なんで置いとくの、いらなくない、別に。いらないですけど。あ、でもそれはやっぱりまだ好きってことでしょ、きっと。Maybe. Maybe. 言い直しいります。いや、なんかこう思い出に浸ってるんですよね。プリクラとか見て、あ、こんなん撮ったなみたいな、こう思い出に浸りたい瞬間ってないですか。そんな瞬間は好きだったらあるよ。あ、それは自分が振られた時でしょ、きっと。いや、振ってますね。私自分振ってたらもう それはもう速攻いろいろしてるかもしんない。あ、そうなんや。だって好きじゃないんだもん、それって。好きじゃないですけど、じゃあ、思い出とかないですか。ない。あ、マジっすか。もう本当に、じゃあもう無理別れるってなったら、もう全てパーンってないんだ。いらない。わー、かっこいい。いや、かっこよくないよ。私結構こう思い出にすがって泣きたい瞬間とかあるんですよ。それはさ、自分で振っといて、それってないんじゃない。言われてみればそうですよね。振られてたらわかるけどさ。あ、まあね、うん、なんかこう思い出と彼は全然別物になっちゃうんですよね。あ、まあそうだよね、好きだった彼だもんね。そうでも本当にほんまに好きな人ができた瞬間に、もう本当に全部ガラクタに見えるんですよ。うん、もうガラクタになった瞬間にもう、うわーってかき集めて、
でなんかゴミの日を待つのも待ちきれなくって、うん、そのままクリーンセンターまで持ってたことあります。うわーやるあるでしょ、あのあっちの坊ちゃんスタジアムの方ね、うんうん、直接ね燃やしてくれるとこ、うん、まあそこに持ってたことありますね。やるね、うん、もう今すぐに捨てたいって思って。あ、そう、そのね急にスイッチが入るんですよね。やっぱりじゃあ振った時は好きなんだねきっと。そうかもしれない。情とかがまああるんだろう、うん、人としては好きだけど付き合っても未来がないとかで別れたりとか。うーん、あやばい、じゃあ赤さん腑に落ちてない。何何ふーんの目が死んでた今。そう、あもう本当にじゃあチャーカさん人としてももうないってなった瞬間に別れるんですね。もちろん。あそっか。じゃあちょっとじゃあここでチャーカさんから1曲送ってください。じゃあ、うん、まあね、うん、あの振られた女の子の曲なんですけど、はい、私この曲が大好きなんです。はい、みなちゃんにぜひ聴いてほしい。えなんでなんでなんで、はい、熊木アンリ新しい私になって、うん、すごいですね、切り替えてますねちゃんと。そうよ荒木さん、あ熊木さんや、間違えた熊木さん熊木さんね、ちょっと未練は残しつつね、うん、いやでも私頑張るって。あそうやってすぐ切り替えれる人素敵やと思う。いやこれは本当ね人それぞれやと思うんでいろんな意見聞きたいですね。男性側の意見とか知りたい、はい、男の人こそあんまそういうの考えなさそう、うん、使えるものは使おうって。あ結構こう置いてくあえて置いておきそうな気もしますけどね。まあ、ちょっとそこも聞きたい、ぜひ男の人の意見聞きたいですね、うん、メッセージお待ちしております、はい、ということで今夜も女子部お送りしましたが、皆様から他にもですねこんな話聞かせてこの曲流してというリクエスト、あとお悩み相談などもお待ちしております、はい、メールアドレスは j@rnb.co.jp、はい、また女子部の LINE アカウント ID は@すべて小文字で jyoshi-beya 女子ハイフンベア、こちらを友達追加してラジオネームを添えて送ってください。お待ちしております。はい。何ですか今の？ちょこちょこ出てくる高い声は何ですか？エイコさん。エイコさんですか？結構エイコさん出てきますね。エイコさんたまに思い出すんですよね。寺尾エイコアナウンサーですね。はい、もぎたてテレビのこの声好きなんですよ。皆さんもぎたてぜひチェックしてください、はい、何の宣伝なんですかいやもうぜひねそれはチェックしていただきたいですけど、はいはい、皆さん今週も1週間お疲れ様でした。チャーカでした。小林美奈でした。来週もあなたにとっていい日になりますように。